山形市中桜田のメンタツ。15年間厨房に立ち続けてきた店主の鈴木さんの原点ともいえる一杯が、鶏と醤油の香り漂う特製鶏中華。山形市漆山の鈴木そば屋で18歳から13年間修行し生み出した一杯。鶏の旨味を閉じ込めたスープに合わせるのは5種類の削り節を合わせた特製醤油だれ。4種類の小麦をブレンドした自家製中太麺はもちもちしながらもコシを感じます。鶏のなんか旨味がずっと詰まっているという感じで美味しいです。さっぱりしてて美味しいのと、あと麺にコシがあって、多くの店主が評したのは味とともに店作りへの姿勢。修行での教えを今も守っています。お客様がね、食べやすい環境、そして来てくださる環境っていうのをね、非常に学ばさせてもらいました。うまくて早くて安くてっていうのをね、いければいいんじゃないのかなと思ってます。腹いっぱいになるね。一杯に妥協なき思いを込めるメンタツ。どこか懐かしい中華そばも人気です。